でせい。あ、団長様と山百合さんが僕を見ている。何か変なところあったかな。もっと脇を締めて。せい！やあ！山百合さんが微笑んでいる。よかった、これで合ってたのか。それにしても山百合さん相変わらず綺麗だな。団長と並ぶとすごく絵になる。はい。中断って、直ちに。それは…おっしゃる通りです。はっ、私は訓練中に余計なことを考えておりました。はっ、山百合さんは相変わらずお綺麗だと。申し訳ありません。それだけでなく、団長様と並んだお姿がとても絵になると思いました。その団長様とお会いするのは随分と久しぶりなので、改めて山百合さんとお似合いというか、申し訳ありません。そんなことは。はい。でもお供します。
敵ここはどこ？なんだ、団長様の部屋か。ということはここはブロサムヒルですか。僕ったら寒さと疲労のあまりおかしく。で、団長様の部屋！次こそは頂上まで。団長様、申し訳ありません。すぐ回復しますので。団長様がそのことを言ってくださるなんて。そういうわけにもいきません。僕はいつかカサブランカ様にお仕えする騎士となるのですから。僕どうしちゃったんだろう。団長様、僕何か病気なんでしょうか。どうも数日前から体の調子が変なんです。違うんです、今回の合同訓練への参加が決まった時からなんです。山へ登った疲労はもう回復しているのですが。カサブランカ様、いつか必ずおそばに。団長様。団長様！この度はとんだ無礼を。訓練に参加しなかったばかりか、団長様のお部屋で寝て過ごすなど、騎士として一生の恥！あ、失礼しました。もちろんです。何なりとお申し付けください。僕は何をすればよろしいのでしょうか。抱え込んでいるものなど。そうですよね、嘘はいけませんよね。
実は最近友人たちとその恋の話をするようになりまして。そうなのですか？よかった。ってそうじゃなくて、その友人たちは僕よりも随分と体が成熟していて、胸とかお尻とか大人の女性並みにあるんです。山百合さんよりも全然あるんです。でも先日、女は体じゃないと山百合さんに言われまして、そしたら変な自信がついたのか、なんだか急に僕も男の人が気になりだしちゃって、それは秘密です。秘密でいいですよね？もしもですよ、僕がその男の人を本気で好きになって全てを捧げたいと思ったとします。そうなったらカサブランカ様よりもその人のことを大切に思ってしまうのでしょうか？好きという言葉が許されるのなら、それは守るべきものすべて、山百合さんもカサブランカ様も守る、それだけです。あ、そうか。祖国への誇りを胸に。